クレーターレイク国立公園の位置、クレーターレイク地域の立体地図、クレーターレイク国立公園は、オレゴン州南部に位置する米国の国立公園である。1902年5月22日に、米国で5番目の国立公園として設立された。公園の面積は741平方メートル。公園には、クレーターレイクと呼ばれるカルデラ湖がある。クレーターレイクは、 マザマさんの噴火活動によって形成され、最深部は597メートルであり、米国で最も深い湖で世界で7番目の深さである。湖自体の平均標高は1883メートルである。クレーターレークは流入、流出河川を持たないために、湖水は通常は極めて青く澄んでいる。年間訪問者数は平均40万人強である。 火山活動はファンデフカプレートが北アメリカプレートの下に潜り込む際のオレゴン州の沖合での沈み込みによって引き起こされるこの動きによって引き起こされる熱と圧縮がカスケード山脈を形成した山脈中の大きな火山群はハイカスケーズと呼ばれている山脈中には多くの火山があるがマザマさんは最も大規模なものである約四十万年前 マザマさんはハイカスケーズの他の山々と同様に、相乗の縦上火山として誕生した。長期にわたり、溶岩流と火砕流が交互に重なり合い、マザマさんは高さ約3400メートルの清掃火山に成長した。周囲には多くの小さな火山や噴火口が公園内や現在の公園の境界線のちょうど外側にできた。それらのうち主たるものは、 スコリア級であった。スコリア級は簡単に侵食されるため、初期のスコリア級は失われている。新しいスコリア級が公園内には13以上存在し、公園外には11前後存在しており、スコリア級独特の外観を維持している。これらの小さな火山や火口がマザマさんのマグマたまり及び火山系に寄生するものであったのか、 オレゴンカスケード火山活動に関係するものであったのかについては議論が続いている。休止期間の後、マザマさんは再び活動を始めた。紀元前4860年頃、マザマさんは大噴火により崩壊し760から1100メートルの標高を失った。この噴火により巨大なカルデラが形成された。そのカルデラに雨水が溜まったものが、 クレーターレークである。マザマ山を崩壊させた噴火は、広い範囲にわたって噴出物が降り積もらせた。東は現在イエローストーン国立公園となっている、地域の北西宮まで、南はネバダ州中央部まで、北はブリティッシュコロンビア州南部まで火山灰が堆積した。その量は1980年5月18日のセントヘレンズ山の噴火の150倍以上とされる。 クレーターレークと湖内に浮かぶウィザード島この大噴火によってできた公園の注目に値する目玉は数千年を経た今日でもこの地域は過剰な多孔性都市としてレゴリスからなる痩せた土壌のため植物がほとんどを見られないおそらく数年の後熱いガスが表面に移動しゆっくりと灰と軽石を一緒に固め噴気口を通って逃げたその後侵食が 周囲の緩んだ灰や軽石を取り去り、高い先方が残った。その他の公園の目玉、更新4末以前のいつかの時点でスコット山での火山の噴火は明らかに止まった。スコット山の北西斜面に残された大きな建国は、氷期以降の火山活動によって変えられずに残っている。クレーターピークのように玄武岩と安山岩の溶岩流でできているが、クレーターピークと異なり、 二つのスコリア級がある。クレーターレイクの航空写真地元のインディアンは、マザマさんの崩壊を目撃し、伝説の中でその出来事を後世に伝えてきた。クラマスの人々のある古い言い伝えは、今日の科学研究から明らかになった、地質学上の知見とよく似ている。言い伝えによると二人の酋長地の世界のラオと天の世界のスケルが戦い、結局、ラオの家である、 マザマ山が破壊された。戦いは、マザマ山の噴火とクレーターレークの成り立ちを証言する、ものである。湖を訪れた、最初の欧米人として知られているのは、近郊を探す三人組、すなわち、ジョン・ウェズリー・ヒルマン、ヘンリー・クリッペル、アイザック・ス・キーターズで、彼らは1853年6月12日に、失われた鉱山を探している途中で、長い傾斜した山に偶然ぶつかった。 湖の感動的な青に打たれ、インディゴ色の湖をディープブルーレイクと名付けた。そして、彼らが初めて湖を見た円の南西側の場所は、後にディスカバリーポイントとして知られるようになった。しかし、当時入植者の頭には、金の方が重要であったため、この発見は、間もなく、忘れ去られた。地元民は、クレーターレイクという名を好み、提案された名前は人気を失った。 しかし、クレーターは誤った名前である。というのは、湖盆地は実際はカルデラ、すなわち陥没により形成される火山地形であり、掘削により形成されるものではないからである。ウィリアム・グラッド・ストーン・スティールは、クレーター・レークにおける国立公園の設立と管理に人生と財産を捧げた。彼が湖に夢中になり始めたのは1870年のことである。 彼は公園への承認を得ようと努力し、科学的な支援材料を提供する湖の調査に参加した。湖の際立った多くの特徴に名前を付けた。名付けられた中には、ウィザード島ラオガン、スケルヘッドがある。地質学者、クラレンス・ダットンの助力を得て、スティールは1886年に湖の調査のため、米国地質調査所の探検隊を組織した。一行は、 山の急な坂をクリートウッドという0.5トンの調査用ボートを持ち運び湖に下ろした。クリートウッドの線尾から一巻きのピアノ線の端のパイプにより168箇所で湖の深さが測定された。彼らの調査結果では最深部の深さは1996フィートであったが、これは最新の公式な深さ1932フィートに非常に近い。 同時に、地形学者はその地を調査し、専門家の手になる初めてのクレーターレイク地域の地図を作成した。探検から得られたデータとスティール等のロビー活動に一部、基づいて、1902年5月22日、クレーターレイク国立公園が、セオドア・ルーズベルト大統領によって設立された。スティールの関与により、クレーターレイクロッジが1915年にオープンし、 リムドライブが1918年に完成した。オレゴン25セント効果その後、来園を容易にするため、公園までの道路が建設された。1929年版の、オーレンジャー、オーレンジャーは、当時の交通の便と設備を次のように描写した。公園内には、多くのハイキング用の歩道があり、いくつかのキャンプ場がある。魚の大きさ、種類、 数に制限を受けることなく、許可なしで釣りができる。クレーターレイクには固有の魚種はいないと考えられているが、1888年に導入が、始まり1941年まで放流が続けられた。ヒメマスとニジマスが自然に繁殖している。湖での水泳は許可されている。また、カキは毎日ボートツアーが実施されており、湖の中のスコリア級。 ウィザード島に泊まる。湖へは湖の北にある険しい歩道、クリートウッド歩道を通ることになる。カルデラの縁にある展望台にはリムドライブを通って自動車で簡単に行ける。しかし、最も見晴らしが良い場所は2721メートルのスコット山からのものである。そこに行くためにはリムドライブの起点から4キロメートルのかなり急な道のりを歩かなければならない。 快晴の日には、スコット山頂からの視界は1 6 0トルを超え、カルデラ全体を一望できる。また、同じ場所から北に関節したハイカスケーズの火山群が、東にコロンビア川大地が、西にウェスタンカスケーズと、そのさらに遠方にクラマス山脈が見える。夏は、クレーターレイクの目玉すべてに行くことができる。一方、秋冬春の間は、公園の雪は深く、道路は、 人気のあるリムドライブも含めて閉鎖されるクレーターレイクの衛星写真ありがとうございます。